とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワーもあと2日で更新となってますね。終わりがけのタワーって結構出るような気がするんですよね。まあ、今回は、意外と良さそうなのが出るので、終わりがけ、ちょっと期待しています。では、2日にかけて、まあ、10回ぐらい。11、2回できればいいかな。それぐらい回ってみましょう。何が出てくるかな。一発目、おお来た。クモの巣の弓、初めてかな。うん、タワーでは初めて出た。クモの巣来た。クモの巣は、冬の指先と同じ性能なのよ。黄金さん、ワンチャンあるよ。あるぞ。下には連鎖反応、リフレッシュ、まあまあ、主要なやつはあるね。でも、まだ、クールダウンショットとかない。頼むよ。バカ野郎。クリーチはいらないなぁ。いやぁ。出てきてくれたから嬉しいんだけどね。クリティカル1はいらない。次行きましょう。どうだ。まあいらないな。リゾルトテンペストももう最強を持ってるからいりません。まあ一応黄金爆発1ダメです。虚無2、よくないな。まあとりあえずあと2、3周は行きますね。はい、お勇者だ。うん、今防護がついてるやつがあるけど、防護じゃないのが欲しい。黄金1、あー11か、期待薄だな。下には何にも入ってないね。主要なやつ1個もない。これは、あるかもしれ、いや、ちょっと待て。火炎フォーカスがないぞ。どうだ？出た！だよね。言った通りだった。火炎フォーカスつきがち。まあ、次に行きましょう。次はどうでしょうか？グリーンメラスがワンチャンあるかな。あ、でも下に、クールダウンショットとかあるね。なんだ。スーパーチャージいらない。踊り子、重力だったら、まあ、ありだけども、いらないかな。いらないね。ダメだ。もう、ダメだ。これは良くない。リフレッシュか。あ、そうだよね。リフレッシュの、模様が違うんだよね。うん。真ん中にこれ弓で、これ真ん中に剣だもんね。そう。リフレッシュは模様が違う。いや、そんなんじゃな、こっちもリフレッシュかい。そんなんじゃなくて、いいやつをください。あと一回行きます。今日あと一回行こう。本日、ラスト。フロストサイスは、どうだ。ダメだね。うん。黄金にいいやつがつかない。はい。ではまた明日、5、6週頑張りましょう。おはようございます。今日も頑張っていきましょう。出た、一発目から。これはあれだよね。反逆者だよな。反逆者ちょっと今欲しいんだ。下には主要なやつはついてない。ワンチャンあるよ。どうだ。毒1はダメですね。毒1アウト。ねえ、他ももちろんよろしくない。はい。もう少し、頑張ろう。次は、おお、また、季節系だけども、これはいらない季節系なんだよね。これはいらない。黄金も良くないし。で、ダメかな。よろしくない。調子が悪いな。はい。
よくない、よくないよ。物がまずよくない、調子が悪い。あと2回だ、あと2回いきます。はい、おお、え、今日2回目だよ同じやつ出るね。誕生終焉はもう完成形があるからいいね。クリにいりません。スペルバウンドももちろんいらない。わー、黄金12か。これは望みが薄いぞ。下はタンブルビーぐらいか、欲しいのは。で、火炎フォーカスがついてないね。これは火炎フォーカスじゃないの？はい。あ、ソウルフォーカス3。ソウル3か。いや、でも反逆者でソウルしなくていいんだよな。前もなんかの装備使った時に、このソウルビルドはダメージアップがついてないといまいちだったんだよね。やめときましょう。まあ一応ちょっとキープだけしときますね。ではラスト1回、最後。よくない。絶叫クロスボウも今日2回目か。季節が出てきてくれるのは嬉しいんだけど、いらないやつはいらないんだ。重力、テンポセット、リフレッシュ。はい、結構最後の方出やすいと思うんだけどね。今回は全然ダメでした。はい、では今日の夜がタワーの更新となってますね。はい、生放送はしないんですけども、明日初見攻略の動画を出していきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。